穴蔵から出てきたもんが鬼だったってことにならねえようにしなよ。なあ兄貴、腹減ってねえか？今は飯どころじゃねえか。そういや、兄貴って笑ったことねえよな。うれれれれれ、うれれれれれ。一生むっつり顔のままになっちまっても知らねえんだから。もう女房のとこには帰らねえ。ほら、お前とずっと一緒にいてよ。そうだね。こんな山ん中で何してやがんだ。クマにでも食われちまえ。こんにゃらこんにゃらこんにゃら。さあ、なんだ。おい、大丈夫か？こいつふざけんのもいい加減にしろ。しまったなあ。兄貴、村があるぞ。仕方ない、あそこで力を。女郎雲の巻。もう体を引き上げることもできないなんて。なんかめんどくせえ村だな。村を守るために見張りを強めてるんでな。守るって何からさ？最近村に人さらいが出るのさ。人さらい？ああ、夜な夜な村の人間がいなくなっちまう。あの見張り台だってそのために置いたんだ。お前も怪しいやつを見つけたらすぐに知らせてくれ。なあ兄貴、人が消えるってのはおいら絶対あの雲の化け物のせいだと思うんだ。この村にとっちゃ大ごとみてえだし、おいらたちで何とかすれば人助けになるし、褒美もかなりもらえるはずだぜ。これだけは完成させないと。おっおっ、おいあんた、しっかりしろ。いや、すまん、驚かすつもりはなかった。おい、どこか悪いのか？死にそうな顔だ。とりあえずうちに来な。食いもんくらい出してやれる。歩けるか？歩ける。よし、ついてきな。まずはこいつの正気をいただくか。そういや、あんた名前は？俺は矢次郎ってんだ。そんなものはない。ない？ないか。よし。じゃあおはぎってのはどうだ？おはぎ？萩の花の中で寝てたろう。なんとでも呼べ。おう、それじゃあおはぎ。腹減ってんだろ。食いな。なんだいこれは。まずそうだね。遠慮すんな。うまい。おはぎ、お前どっから来た？もしよかったら教えてくれ。よくないから教えないよ。ならなんであんなところで寝てたんだ？好きで寝てたわけないだろう。たく力さえ戻りや、さっさとこんなところ出て行きたいよ。お前は食べないのかい？ああ、俺はさっき食べたばっかりだからな。何の音だ？いいから早く食え。俺は仕事に行かなきゃならん。夕暮れまでには戻る。食ったら寝ててくれ。妙な人間だね。あたいのもんに手出すんじゃないよ。田畑に作物なんもねえ。兄貴、この村食いもんは難しいかもな。なんだなあ、あんたあれなんて書いてあるんだ？ああ、人さらいを捕まえたら褒美をくれるとさ。まあ何度同じことをしても一向に捕まる気配はねえが。ほらな、おいらの思った通り。こりゃ褒美はいただきだな。なんだ坊主、心当たりがあるのか？あんたも褒美目当てかい？でも首突っ込まない方がいいぜ。なんせ相手はバケモンなんだから。バケモン？静まれ、手を止めてはならん。作業を続けろ。バケモンが出るなら日が暮れたこれからだろうぜ、兄貴。昼間やみくもに探し回る体力もねえし、要領よくやんねえと。さあ行こうぜ兄貴。人間の食いもんじゃやはりこの程度か。すまん、すっかり暗くなっちまった。ずっと起きてたのか？寝てたよ。でも外が騒がしかったから目が覚めた。ああ、山の仕事場でまた人死にが出た。炎天下の重労働だ。無理もない。なんでそこまでするんだい？死んだら元も子もないだろう。この村は採石で成り立ってるんだ。上がりが減ることを漁師は許さない。はっ、人間ってのは不自由なもんだね。顔色が悪いな。飯は食えてるようだがごきかぶりだ。なぜ逃がすんだい？人間が死ぬのはよくて虫けらが死ぬのは嫌なのかい？人も虫も同じだ。生きていることに変わりはねえ。そんなことを言う人間に初めて会ったよ。あんた変わってるね。そうか？そんなことよりまずは食え。そして寝ろ。人間、それが一番だ。あんたみたいな男、初めてだよ。空腹はお互い様だね。はあ、疲れた。一晩中歩いて収穫なしかよ。どこに隠れてんだあの雲の化け物。もう頭も回らねえ。涼しいうちに少し寝とこうぜ兄貴。なあなあ、あれなんて書いてあんだ？昨日の晩にまた人が消えて褒美が多くなるとある。昨日化け物の気配もなかったのに。おいらの見込み違いで人さらいは化け物の仕業じゃないねえ。人さらいの人捕まっちゃうの？そったなことにはならへん。道芸に褒美を積まれても領主に寝返る男なんぞこの村にはただの一人もおりゃせん。この村じゃもう虫か雑草ぐらいしか腹に入れるものがね。毒ダミかじって夜まで木陰で横になろう。おはぎ、お前さらにやつれてるな。こいつは。あんた今朝はやけに早く出かけたね。まだ外は暗いのに明かりも持たず。山での仕事以外にも何かやってんのかい？月の沈む時刻に一仕事あってな。そっちが本業みたいなもんだ。大変だね。おはぎ、俺の見たところお前は何かしらの病だ。だがこの村には医者がいねえ。旅の札がないお前が村を出るのは難しいだろうが、俺なら確実に逃がしてやれる。まあこの村じゃ若い餌にはありつけそうもない。とっととおさらばしたいのは山々だけど、私に払えるもんなどないよ。生きていてくれればいい。そうだったね。私はゴキかぶりと同じってわけだ。ああ、同じだ。命の重さに変わりはねえ。私だって死ぬ気はないからね。頼むとするよ。引き受けた。一日でも早い方がいいな。今夜月が沈み夜が明ける前にやる。それまで休んでおいてくれ。人さらいが化け物じゃなかったらオイラたちじゃ見つけることすら難しいな。何にしろ今夜が山。兄貴、この村での化け物探し最後の夜だ。腹に力は入らねえけど気合い入れていこうぜ。どこへ行くんだい？そっちは村の出口じゃないだろ。あっちは柵と見張りで出られねえ。抜け道はこっちだ。空が白んでくるまでの一刻でそこまで行く。辛いだろうが耐えてくれ。はあ、きっ腹で二晩歩き詰めは子供にはこたえる。兄貴すまねえ。今回は空振りみてえだ。諦めて次の村へ。おはぎ、辛ければ少し休むか。バカにするな。お前の正気を吸ってもいいんだぞ。昨日ここで会ったおっちゃん。褒美目当ての坊主たち。しつこいね。とどめを刺しに来たのかい、この小僧ども。森で聞いた声。いた兄貴、この女が雲の化け物だ。やっぱりそいつが人さらいだ。おっちゃん、そいつから離れな。干からびちまうぜ。化け物をやっつければ飯が食える。サクッと頼むぜ兄貴。おはぎが化け物？え？オイラの言うことがわかんねえのかよ。その女は化け物で人さらいなんだって。人さらいはこの俺だ。俺が手引きしてこの村から逃がした。おはぎは関係ない。俺は捕まってもいいが、おはぎは見逃してくれ。病にかかって弱っているんだ。え？病ってなんで化け物をかばうんだよ。貴様が逃がしやか。手間取らせやがって。見つけたのはオイラたちだぜ。褒美はもらえるんだろうな。そんなものないわ。密告者を釣るための方便よ。そんな殺生なやり方が汚えぜ。お前らは悪党だ。悪党結構。これ以上人足に足抜けされて上がりが減ったら俺たちが始末されちまう。その男を捕らえろ。まずい世紀だね。兄貴。見逃しちゃもらえないようだね。何ぼーっとしてんだい。あんたの仕事は終わってないよ、逃がしや。どっちに行けばいいんだい。あっちだ。よし、兄貴ちょっとじっとしてて。いろいろ当てが外れてただ働きになっちゃうけど、どうする？付き合うぜ兄貴。なんだい、怖いのかい？こうでもしなきゃ追いつかれるよ。大丈夫だ。じゃあ一気に行くよ。えっ、そら！うわぁ！もうすっかり元気だな。もう俺がいなくてもどこへでも行けるだろう。まだ山を越えられるほど力は戻ってないよ。あと5、6人は男の性器を吸わないとね。人を殺すのか？人間は貴重な餌だからね。今まで命まで取ったことはないよ。生きてりゃ人間の性器は戻る。そいつをまた吸うんだ。共に生きるのが長生きの秘訣。そうか、これからもか。ああ、ならいい。いくら兄貴でもここは登れねえだろ。あいつらの後を追うしかねえよ。行こうぜ。これが抜け道なのかい？入り口は狭いが奥は広くなってる。水音が聞こえるだろう。水の流れに沿っていけば山の裏の沢に出られる。天然の洞窟だ。お前なら明かりはいらないし追いつかれることもないだろう。俺の仕事はここまでだ。さあ行ってくれ。あんたも行くんだよ。え？裏の仕事がバレちまったんだから、もうここにはいられないだろう。捕まってただで済むと思ってんのかい？見せしめにされるのは間違いないだろうな。それで本望なのかい？いや、なら逃げるしかないだろう、化け物と一緒じゃ嫌かい？おはぎ、わかった。この村で死ぬくらいならここから逃れてお前の餌として生きていくか。あんたみたいなおかしな人間には今後二度と出会えないだろうよ。じゃあさっさと。あんた！漁師様に立てついたやつの末路だ。化け物女と共にとどめを刺せ。貴様ら！一人残らず吸い尽くしてやる！ああああ、この村に医者はいないんだろ。私がお前を連れて行く。お前を死なせはしないよ。やっぱりどっちかが死ななきゃならないようだね。殺すのはダメだ。おはぎ、今までもこれからもだろう。行っちまったな、あの二人。人と仲良くなるあやかしもいるなんて、世の中わかんねえもんだな。でもさ、兄貴の耳が戻っててよかったよな。じゃなきゃかなり後味の悪い結果になってたと思うぜ。まだ喋る気になんないのか。ならいいよ、オイラが2人分喋りまくってジメジメ気分を払ってやるさ。うわっ、クモ！つー、こいつ噛みやがった。ごめんよ、驚かしちまったのはオイラだな。え、兄貴、今鼻で笑ったら聞こえたぜ、兄貴の最初の笑い声。でも違うんだよ、オイラの求めてる笑いは。